創業者市村清が東京銀座に観光誌の販売会社利権観光誌株式会社を設立したのは1936年、以来80年以上にわたってさまざまな業種業態のお客様に価値を提供し、現在ではグローバルで140万社を超えるお客様の地の創造を支援しています。人を愛し、国を愛し、勤めを愛す三愛精神はリコーグループ全社員に受け継がれている創業の精神です。創業者が提唱した三愛精神とその根底にあるお客様ファーストのマインドで世界中のグループ各社が一体となって邁進しています。リコーは事業を通じて社会課題の解決に取り組み、新しい市場や提供価値を創造することで社会の発展につなげていきたいと考えています。サステナブルデベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標、国連で合意された2030年までの世界共通のゴール、リコーは経営理念を踏まえ SDGs に基づいた5つの重要社会課題を次の通りに設定しました。地の創造、生産性向上、生活の質の向上、脱炭素社会の実現、循環型社会の実現。例えば脱炭素社会の実現に向けて2050年までにバリューチェーン全体の温室効果ガス排出量ゼロを目指します。さらにリコーは国際的なイニシアチブである RE100 に日本企業として初めて参加、自社の工場やオフィスで使う電力を全て再生可能エネルギーで賄うことを宣言。事業を通じて世界共通の課題解決に取り組んでいます。人々の働くをよりスマートに、リコーは人々の働くを支援するためこれまで培ってきた経験に新たなアイデアや技術を融合させさらなるイノベーションの創出に挑戦しています。デジタル技術でより効率的生産的な働き方を実現、いつでもどこでも働ける環境を構築し働き方を変革することでワークライフバランスを実現します。現場業務をデジタル化しオフィスとつないでワークフローを改善、最先端テクノロジーとリコー独自の技術経験を生かしてお客様の現場の業務をサポートします。人々の生活の質の向上とより良い社会の実現を目指して事業を通じて社会の課題解決に貢献し社会の発展に寄与します。オフィス、現場、社会をデジタルで有機的につなげることでリコーはさまざまなワークプレイスの変革をお客様と共に実現してまいります。プリントの力をどこまでも。オフィスから始まったリコー独自のプリンティング技術は商用印刷、さらには産業用として衣食住のさまざまな領域へ展開しています。例えば店頭におけるコンパクトなガーメントプリンターリコー RI100、 T シャツやバッグなどにその場で世界でたった一つのプリントをすることが可能です。今医療分野で注目を集めているのがバイオ 3D プリンター。リコーでは細胞を高精度に配置できる独自のインクジェット方式を開発、より生体に近い人
人組織作成の実現につながります。リコーのプリンティング技術と新しいアイデアで、これからも社会課題の解決に努めていきます。リコーは常に世の中にイノベーションをもたらす製品やサービスを提供し、お客様と共に成長してきました。それは今も変わりません。リコーはこれからも新しい価値を生み出し、事業の成長と社会の持続的な発展を目指してまいります。